ちょっと後ろ見て。こんな感じかな。僕はやっぱりその、まあ、女性の美容師さんとかだったら自分の顔出しとかして、あ、こういう人なんだとか、まあ、その人に興味を持ってもらうツールとしては女性美容師さんってすごいやりやすいと思うんですよ。自分のセルフメイクとか髪の毛の巻き方とかアレンジとかってすごい人気が出やすいと思うんですけど、男の美容師さんって難しくて、イケメンだったら顔出ししてもいいかなと思うんですけど、まあ、こういう感じなので、まあ、顔出しは絶対なしかなと思ってて、ただストーリーとかでは絶対に顔出しをしたりとか、こういう人なんだって分かるようにその文章とかをよく書くようにしていて、最近の質問コーナーとかも悩み解決とか、まあ、考え方とかみたいなのをやっていくんですけど、なんかそういうのもお客さんってめちゃくちゃ見ていて、お客さんご来店の時にそこのああいう考えてこうですよねとかって話とか、安倍さんこの間どこどこ行ってましたよねっていう、なんかその接客にもつながってくるので、ストーリーって僕の中でむちゃくちゃすごく大事なツールになってますね。インスタ更新しなかったって日が多分もうこの6年7年で1日もないので、なんか常に動いてないとやっぱり魅力的な人っていっぱいいるので、すぐなんかいいなっていう人が更新されてしまうので、その人の中でそれがやっぱ怖いので、カットが上手くてもカラーが上手くてもこの人にやってもらいたいっていう人が ほとんどだと思うんですね。その人の部分、人間味みたいな部分はやっぱり常に更新してないと、なんか僕も不安になっちゃいますね。なんか毎日歯磨いてるみたいな感じで、あ、今日歯磨いてないとか、あ、今日インスタ更新してないっていうのと結構割と僕は同じぐらいの位置づけにあって、もう生活のリズムの一つになってますね。結構その僕の場合だとインスタとかも結構見て、あの来ていただく方結構多いので、あとは実際美容師さんの求人募集の連絡とかもやっぱインスタを通して来てくれる方が多いので、だからそういった方でやっぱりもうちょっと人数を集めれるような感じ、まだまだ僕もやりきれてないことが多いので、まずそういう人数を集めるって見てもやっぱり結局インスタグラムになってくるかなと思っているので、でも求人サイトとかもそうで、まあ、2つぐらい全部切っちゃって、でもインスタでやっぱり来ていただける方、求人サイトで来る方って結構その福利厚生とか人となりが分かってなくて、あ、なんかこのお店での例えば給料の体系がいいとか、だからそういう部分でもちろん大事なんですけど、入ってきた時に例えば売り上げがなかなか作れないってなった時に結構やっぱり離脱する人、結構辞めちゃう人が多いってのよく聞くので、周りの美容師の友達からも、なのでそこがすごくやっぱ怖くて、ではなくてなんかお店の雰囲気だったりこの人と働きたいみたいなところでやっぱ共感して来ていただける方を増やしていた方が、やっぱ結局なんか長い目で付き合っていけるかなと思うので、そこをやっぱり増やしていけるインスタ作っていきたいかなと思ってますね。モンスターを休日ルーティンです。こういう感じが可愛くては、自分の感覚が常に新しく常に可愛いものを追い求めてなきゃいけないのかなって思いますね。海外のそのファッションのムックとかのビジュアルを見て、それをもうちょっと部屋に落とし込めないかなって自分なりにちょっと噛み砕いて落とし込んでるっていう感じですね。今日は、最近あのリファの、シャワーヘッド買ったので、それの動画を撮ろうかなと思ってます。ちょっと紹介動画になりますけど、いろいろと書類とかをまとめ、書類っていうか、データまとめたので、それをまあ本当読みながらっていう感じですね。 2B の内容はほぼやってないですね。なんかそのオフラインでカメラを教えるみたいなのはあるんですけど、基本的には 2C でお客様目線の内容を追っていける美容師がいいなと思っててやってますね。まあ、その方がなんかさ、もともと僕がお客様をいっぱいやりたいっていうのと、あとは美容師になったきっかけ自体がいっぱい喜んでもらえる顔を見たくて、そうした時にやっぱお客様とかをやってった方が単純に数が多くなんかありがとうと言ってもらえるかなっていうのがあったので、
ただ YouTube やってるんですけど、その集客ではなくて、なんだろう、お悩み解決っていうところなので、集客はインスタでできてるので正直来なくてもいいかなと思ってはいたんですけど、でもありがたいことにやっぱり結構来ていただける方も多くて、ただインスタとは違って結構悩みを抱えてる方が来るので、髪質結構難しい方とかも来るんですけど、でもそこがすごくお客様との、なんだろう、リアルな声とかも YouTube 側からの声が聞こえるので、すごく、なんだろう、刺激になるし、うん、ちょっと集客目線も考えた YouTube もやってもいいのかなって今考えてはいますね。はい、美容師×〇〇でカメラができる美容師っていうところで、美容師のそのスキルみたいな、カットとかカラーとかを綺麗に見せるスキルもすごく大事だと思うんで、そういった意味で美容師とカメラができるようになったら、めちゃくちゃ美容師のクオリティも上がるし、なんか見せ方も上手くなるので、より魅力的な美容師に見られるのかなってすごい思いますね。ここのボタンを押すとモードが変わるんですよ。で、なんか強いジェットタイプと優しいタイプと、あと普通のナチュラルなやつと、あとミスト出て、このミストっていうのがむちゃくちゃ良くて、なのでちょっと詳しくは YouTube 載せるので YouTube 見てみてください。よいしょ。そうですね、まあ、YouTube 始めようと思ったきっかけが、なんだ、この市販のシャンプーをやっぱりおすすめしようと思ってたですね。で、実際に、なんだろう、もちろん市販のシャンプーの方がクオリティは低いんですけど、最近の市販のシャンプーとかも意外とバカにできないよっていうのをなんとなく感じてて、でそういうのをしっかり成分とか、僕成分とか大好きで結構勉強してる人なので、結構割と理論づいて、流さないトリートメントとか市販のトリートメントで、できれば、なんだろう、サロン専売品を使ってもらいたいんですけど、例えば学生さんとか、主婦の方とかで気軽に買いたいとか、まあ、コスパをちょっと重視してるっていう人もいるので、だからそういったお客様目線に立った美容師になれたら嬉しいなと思ってて、やろうと思ったのが初めで、それがでもですね、思ってた5倍ぐらいちょっと反響があって、あとはまあ、ちょっと殴りがけなんでちょっと汚いんですけど、まあ、アホ毛とかいろいろ結構、まあ、便利アイテムとか、まあ、こういうの家にあると、うわ、字汚い、こういうのがあるといいよ、もうこうスプリングヘアゴムとか、まあ、100均で買えるやつとか、あとはドライヤー、正しい乾かし方とか、結構ですね、まあ、ブローの仕方とか、正しいトリートメントの付け方とか、結構、まあ、もちろんサロン専売品とかもおすすめのやつとか紹介してはいるんですけど、あとはちょっと関係ないところでハンドクリームで、これがなんか時期もあって30万再生ぐらいって結構伸びてですね、ここからですね、企業案件が鬼のように増えたのがこのハンドクリームがきっかけになりましたね。これはもちろんその成分表とか悩みとかを汲み取って、もちろん金額とか使い方とか、そういったのもかなり細かく説明してます。あとはセルフ前髪カットで、このタイミングぐらいでコロナになってたんですね。世の中がコロナで大変な時期に、やっぱり美容室に行けないっていう時があったので、セルフ前髪カットと か, なんか自宅でできる何々、おうち時間でできる〇〇っていうのをすごく意識してやるようにしてました。なんだろう、字を書くのが好きなので、まあ、ガーッと書いて、書いて喋って、書いて喋ってしてば、インプット、アウトプットいっぱいして、で、なんかお客様にも伝えられるかなと思って、だから結構、頭の中にはいっぱい、なんだろう、データとか入ってるんで、設定が。こう、取って、で、確認して、カンペ見ながら喋ってるっていう感じで YouTube を撮ってます。で、確認しながら、で、僕結構滑舌が悪いので噛んじゃうと結構編集めんどくさいんで、一回つけたらずっとそのままつけっぱなしにして、もうひたすらガーッと喋って、噛んだらもう一回やり直しして撮って、で、一回区切りとかで消して、
でもう一回確認してっていう感じで、かなりアナログで編集とかも時間かかっちゃうんですけど、そういう感じで普段 YouTube で紹介してますね。よし。で大体喋る時間が多分40分ぐらいで、編集の動画で10分以内に収めるようにしているので、まあ、10分もかかんないから7分ぐらいの動画で収めるときだと、大体30分から40分ぐらい、カンペ見て喋ってやってる感じで、で終わったらパソコンで編集で、基本ここで全部動画編集とかするので、写真とかも好きで、こういうのも全部ここで編集してやってる感じになります。で動画とかも基本ここで大きい画面で見て、で編集をしてるようにしてます。で基本ここで編集して飛ばして、インスタに画像を載せたりとか YouTube に投稿したりしてますね。でこういう編集してたり、家帰ったら基本的にお客様の写真とかを撮っ、一眼レフで撮ってるので、撮ってデータをやって、ここでお客様の髪の毛もこれとかも撮って編集してる、この時間がむちゃくちゃ好きで、長い時はもう1時間1時間半ぐらいここでずっと編集してます。で外部のお仕事とかもちょこちょこカメラのお仕事いただくので、その度もうずっとここでもう編集して、たまにここでもう寝落ちしたりしてますね。こうやってなんでもできるっていうスタンスでいた方が僕はいいと思ってて、なんか下手に出ていかない方が僕の場合はすごく良くて、ただそのお互いにその相乗効果をウィンウィンな関係でやっていきたいと思ってはいるので、なんだお互いの得意なポイントっていうのをやっぱり探り探りや見つけて、そこを高め合っていくようなその関係性を築けていくのが大事なのかなってそう思いますね。そしたらよし。はい、で原宿にある美容室アーリーの代表の阿部です。今回の動画は大人気のリファのシャワーヘッドの紹介をやっていこうと思います。でシャワーヘッドは今話題になってて、多分気になる方も多いと思うんですけど、これの商品紹介を早速やっていこうと思います。ホワイトティーのお香を刺すようにしてて、なんだろう、そういうさっぱりした匂いなんですけど、それのお香を今月は使ってますね。これを朝起きたら必ずつけて、なんだろう、ちょっと煙の香りとかホワイトティーの香りで、なんだろう、ちょっとすっきり目が覚めるような感じで、朝必ず起きたらお香をつけるようにしてます。結構やっぱ香りがめちゃめちゃ好きで、その時の気分で、これはウッドっぽい感じだったり、こっちがウリっぽい夏っぽい香りとか、これがお花で、これが爽やかな、なんかちょっとリネンっぽい香りみたいな感じ、全部全然違うやつを持ってて、その時の気分で嗅いで、あ、今日こんな気分だなとか、あとは今日着たい洋服の雰囲気に合わせて香り変えたりとか、これも僕の朝のルーティンになってます。うん、セルフブランディングはもうなんか半歩先の自分みたいな感覚でやってるので、自分がなりたい像を作っていくっていうような感じですね。でそこに自分が追いつくような感じにするっていう、まあ、自分のケツを叩くみたいなニュアンスで僕はセルフブランディングをしてますね。